珍獣ミスフォルム。情報によるとね、こいつには、風の属性が効くみたいなんですよね。だからリースに、こいつをかけておく。で、ドレイク。で、リースを強化。で、どんな攻撃仕掛けてくるのかな？なんかまあ、軽くチェックしてきただけなんでね。ダメージは、80か。大したことはないな。あとはどうする？じゃあ、どうするか。サーギの鱗でアンジェラを強化して、魔法攻撃かけてみるかな。風が効くみたいなんですよね。でも基本的にはリーチに任せとけば今回大丈夫なんじゃないかな。210か。なんだこれ、カウンターマジックもしかしてかな。そうそう、そういえば使ってくるって書いてあったな。魔法攻撃、あ、じゃあ160ダメージがでかいぞ。じゃあ、シャドウと回復。なんか魔法攻撃を返しちゃうんですよね。反射してくるみたいなんで、ちょっと注意が必要かもしれない。だから、基本的にはリースで殴っていけばいいんじゃないか。お、なんだなんだこれ。うわ。そう。リース回復。よし、今回は割と地味かもね。なんか、じゃあいろいろ喋っていくか。いろいろって言ったってね。おー、なんだこれ。全体か。なんだこれ。でかいな。どうする？個別に回復していって間に合うかな？間に合うなったらそっちの方がいいな。で、じゃあ、シャドウと回復。顔がいちいち変わるんですね。やっぱり魔法攻撃に対する耐性があるのかな。じゃあ、今回リースを回復。今回はなんか割とゆったりかもしれないな。なんか癒し系の真珠ですね、これ。なんか見てくれもいいですよね。なんか聖剣っぽくていいや。ちょっと離れて。なんか連続で必殺技が出るんですよね。1回目が外れると。それを利用すればもしかして複数回当てられるんじゃないか。あれだった。狙ってできないな。狙ってやるテクニックあるみたいなんですけどね。いや、このね、ドット絵がなんかすごいですよね。スーファミのね、美術の、スーパーファミコンの美術の極北ですよね。と思いますよ、私は。すごいよな、いいよな。ヒルスティンガー。おお、なんだこれ。でかいな、ダメージでかい。ポトがあるじゃ、ポト使っていくっていうのもいいかもしれないな。で、残った分は、シャイドアップで回復しよう。あ、これはちょっと厳しいな。起きろー。あ、ちょっとまあじゃあ魔法かけるか。でもカウンターマジックかけられるんだっけ。魔法解けてるかな。どうだろう。どうでしょうか。あ、ダメだ。返された。ちょっと起きてくんないと困るね。起きてるかな。なんか今リースがかじられてる、振り回されてる。で、ちょっと待って。ちょっとリースの動きを止められちゃうとまずいな。あ、そっか。ティンクルラインかければいいんだけどね。ティンクルライン発動するまで治っちゃうんですよね。これはフォトだな。あ、そっか。あれかけるか、バード。バードの鱗。せっかくあるんだからかけよう、リースに。これで命中率アップしてる。これ少しは違うかな。あ、やっぱ外れることは外れるな。アンジェラが眠ったか。これなんか地味にめんどくさいよね。ちょっと待った。ヒールライトの方がいいか。HP 何回かな。これがダメージでかいんだっけ。じゃあポトを使おう。ポトの回復量低いな。100弱だよな、確か。弱ってこともないか。リース回復。まあ、毒は無視しといていいな。ダメージがやばいか。じゃあこれシャイロと回復。今回は割と淡々としてるかもね。なんか音楽もそうだし、ゆっくりしてていいかもね。うわ、またかじられた。ダメージが割とでかい。シャルロットのリンクモードが開かないか。リース回復。なんか初期クラ縛りって、戦闘は厳しいんですけど、ボス戦の方がいくらか楽ですね。そういう感じがするな。ポートを使って回復しよう。最初ね、迷ったんですよ。初期装備縛りにするか。迷ったんですけどね。最初にね、両方やるかなと思ったけどね、両方やるとか、そういう暴挙じゃなくて正解だったな。両方やるとかマジで無理だから、これ。初期装備縛りも相当厳しいんだろうけど、どっちが厳しいかわからないですね。初期装備だと、能力値はかなり恵まれてるんですよね。クラッシュ戦できるんで。でもね、実はね、初期クラス縛りにすると、最強装備が手に入らないんですよ。まあそうなんですよ。最強装備は手に入るのかな、まあ、手に入ったとしては装備できないんですよね。でね、実はですね、これ使うの初めてだな、蜂蜜ドリンク。めんどくさいんですよ、その最強装備を手に入れるっていう作業が。本当にめんどくさいんで、だからね、まあ、個人的には、まあ、これでいいかなって思ってるんですよね。本当にめんどくさいんでね。MP 吸い取ってるか、あれもしかして。じゃあ、アンジェラじゃなかった、シャドウと回復。パンプキンボムって HP じゃない MP を少し回復するんですよね。だからパンプキンボムのでかいやつも同じような効果があるのかも。リース回復。緊急レインを使うほどではないかな。っていう気がするけどな。まあ、割と毒って、あ、倒したか。うん、今回は楽だったな。いや、攻略情報を参照しなくてもよかったかもしれないですね、もしかしたら。楽でした。触手が残ってる。倒した。あと4匹、やっと半分倒したね。よし。装備品変わってるかな、一応チェックしよう。お、今日新しい武器をお持ちしましたにゃ。どうぞ見ていってください。やったね。で、一応買うけど装備できっかな。一応リースの分だけ買って様子を見てみましょう。今日は新しい防具を持ってきました。噂では火山島ブッカの西の島、幻惑のジャングルの古の都ペダにはもっといい武器防具があるそうですよ。火山島ブッカの西の島。あと行ってみるか。ペダはとても不思議なところを一度行ってみられてはいかがでしょうか。とりあえず今日のところはうちで買い物していてくださいな。行ってみるか、後で。でも多分装備できないんだよな、これ。はい、じゃあちょっと様子を見て装備してみましょう。あっちが間違ったよっと。リースね。リースの分の装備を買ったから。あ、よかった、武器は変えられるわ。メイデンリーフ。ユニコーンヘルムはダメだ、変えられない。防具変えられないか。これ厳しいな。じゃあまあ、ペダン行ってみるか。次回ね。はい。というわけで、次回は、じゃあその、ペダン行けたら行ってみるか。まあ、ちょっと下見がたら行ってみて、行けそうだったら行くと。行けなかったらもう次の真珠のとこ行っちゃいます。最初、月の真珠倒して、次火の真珠でしょ。次、水の真珠で、今回、木の真珠を倒しました。はい。もうそろそろ次、どこ行くか、皆さん分かってるんじゃないかな、と思いますけどね。いかがでしょうか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。